超島村学園セカンドシーズン、さあ始まりました。今回も MC を務めます小林希代とベンチャです。よろしくお願いします。そして超島村学園メンバーです。ファッションが好きで夢を叶えたい学園メンバーが全国の島村での商品販売やチラシのモデル、さらには島村さんの CM 出演など夢を叶えるシンデレラストーリーを目指す企画となっております。島村さんの本社でございます。はい、来ております。やったー、失礼します。失礼します。今回はいよいよ前回セレクトしたアイテムを島村さんへプレゼンを行います。はい、うわめっちゃ緊張する。緊張しちゃう。やばいなんかいう感じにはなんかここの回が一番緊張するみたいな。これやばい、やばい、これビリビリ空気みたいな感じをお聞きしたのでね。はい、ビリビリです。ガチモード。皆さんのね、あの応援しておりますので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実は前回みんなで約100着コーデを選んでいただきましたが、もうすでに50着に絞ってもらっています。選ばれてるんです。前回選んでますよ。頑張ってね、ちょっとそこで見ましたけど、めっちゃ真剣に選んでいたので、今回はその50着の中に残ったアイテムを実際島村さんにプレゼンをしてもらいます。見事そのプレゼンが通れば、そのコーデは実際に島村さんでの販売、さらにはそのコーデをセレクトしたメンバーによる自身によるモデル撮影が待っていますが、セレクトした全てのコーデ不合格だった場合、そのメンバーは今回の動画で脱落となります。待って、マジで本当に言うの？それは嫌だよな。このメンバーでずっとやっていけると思ってたので。そうだよ、やばい。だからみんなでの超島村学園での撮影はマジか最後になります。待って待って、ちょっと待ってよ。急にさ、5時間出さないで。そう、嫌になっちゃうわけですから。頑張ります。もっと全力を出せるよ、皆さん頑張ってください。はい、プレゼンはチームごとに行います。前回私の好みに合うコーデを選んでもらいましたが、その順位に応じて B チーム、A チーム、C チームの順番になります。本物の審査員の方いるんで、ガチガチにね、緊張してやっぱいなくなっちゃうのもかけてると思うんで、やっぱね、みんなの緊張感も楽しみたいですし、やっぱね、シンプルに僕は服も見たいんで、緊張感はほどほどにね、あるようにね、やってもらえたら嬉しいかなと思ってますね。それではお入りください。失礼します。失礼します。失礼します。みんな入ってきましたね。俺、青チーム並んで。どうぞおかけください。失礼します。お入りくださいとか言ってますけどね。それではセレクトしたアイテムのプレゼンを始めたいと思います。最初はあみちさん、お願いいたします。はい、お願いします。これから私のプレゼンを始めさせていただきたいと思います。まず最初のコーデはこちら。これアイラインになってるんです、ラインが。で、なんと日本人の 55%、 これ完全私調べなんで違ったらごめんなさいなんですけど、半数以上が骨格ストレートって言ってアイラインが似合う体型らしいです。ほんでその次がナチュラルで、その次がウェーブっていう骨格なんですけど、このナチュラルとウェーブはここがキュッと締まってる服が似合うんですね。で、なんとこれ後ろにリボンがついていて、これでこう前閉じた時にギュッと縛るとキュッとなります。かわいい。かわいい。ってなわけで、なんかどの骨格の人が着ても似合うようになっています。すごい、めっちゃちゃんとプレゼン考えてる。ですね、このブラウスがですね、ツーウェイになってまして、実はパールになっていて、とっても可愛いです。大丈夫これ。こちらのサロペットを主役としたピクニックコーデになっています。で、こちらのコーデのポイントは、まずたくさんあるんですけど、透け感のあるジャガードシャツにパールのボタンっていうのがちょこちょこ入っていて、なので結構キラキラしてて高見えポイントになってます。ちょっと地味に一番奥のモカちゃん、リーダーさん、一
ょっと不安そうな顔をねちょっと見てるようなイメージありますね。あ、それともいろいろね、クレアちゃんもねなんかちょっと服触ったりして、やばい、ラストが一番緊張する。お願いします。怖い怖い、びっくりしちゃった。怖い怖い。え、リナさんが言っていたポコポコ素材をカーディガンに取り入れて、以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。まず、このコーデは私が今回組んだ中で一番推したコーデなんですけど、このコーデの一番の推しポイントは、もうトレンド、学びの授業で学んだ、スリットポコポコ素材スカート の, もうトレンドをギュッと詰め込んだコーデになってます。今年爆流行りしているアームカバーとトップスのセットで、もう中 の, シアインナーが、まずお値段がこちら690円ってことで、安い、安い、激安い。1ヶ月なんか我慢したら買えちゃう。確かに確かにスロッキー。こちらのコーデのタイトル、まずこちらのコーデのタイトルは全部が可愛いです。こちらのコーデ本当に私めちゃめちゃ推しててコーデなんですけど、本当にありがとうございます。キャミワンピがレザーで、シアシャツがフェミニン要素がいっぱいということで、なんかレザーで大人かっこいいと思わせといて、フェミニン要素を出して大人モテコーデをしてみました。イージーライクサンデーということで、こちらのイージーライクサンデーということで、日曜日のショッピングモールデート、夜のレイトショー。あー、いいレイトショーで、レイトショー。一つ目のこちらのコーディネートのテーマがですね、トレンドギュギュットコーデでございます。トレンドギュギュットです。あ、ご一緒にお願いします。せーの、ギュギュット。あ、はい。これですね、トレンドが3つ含まれてまして、まず1つ目がこちらのアウターのポコポコ素材で、2つ目がインナーのシェア素材で、3つ目がボトムスのマルチウェイですね。これどうマルチウェイかっていうと、オーバーオールみたいな着方してるんですけど、ここのオーバーオールを外してパンツとしてだけも使えるボトムスになってます。で、インナーには表面変化のあるシア素材のものを取り入れました。以上です。ありがとうございます。もう一回やりたい。もう一回やりたい。本当に、あ、これやばい。想像してた以上だ。本当によろしくお願いします。それではお入りください。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。失礼します。失礼します。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではセレクトしたアイテムのプレゼンをお願いいたします。はい、ではまずさくらさんから。はい、します。はい、さくらです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まずこちらのコーデですね。こちらのコーデ、かわいい。はい、こちらのコーデはですね、多分パッと見で一番目につくのがこちらのビッグリボン。これどの年代の人が着ても、誰が着ても結構印象づくようなコーデとなっております。で、これ結構ねトップスが甘めだと思うんですけど、この下がねレザーになってるので、なんだろう、ちょっと調整っていうか、まあ、甘すぎず辛すぎず甘辛ミックスのコーデとなっております。見たら分かると思うんですけども、ザ・ストリート、実はこちらこのトップスに注目してください。このトップスがですね、なんと中に猫ちゃんがいるんですよ。ゴブロン柄、このゴブロン柄がめちゃくちゃ触った感じですよ。ちょっと触ってみてください。え、いいですか。こちらちょっと触ってみて。本当だ。そうなんですよ。いいですね。審査員体感型で素材触ってもらうっていう。気持ちいいんですよ。こういう感じか。そう、ちょっとレトロ感ありませんか。こちらのコーデはですね、おしゃれな服をラフに着こなしたい人、そして普段のコーデからワンランクアップした人に、したい人におすすめのコーデとなっております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらのコーデになるんですけど、こちらは今年の春トレンドになっているグリーンのカラーをこうバーッと取り入れたものになるんですけど、このラインが入っているのと、
ロゴがこう大きく入ってるので結構ストリートめなコーデになってるんですけど、ここで可愛さもちょっと出しつつ、うん、あとは内側にハイネック入れることでちょっと上級者コーデになってます。ハイスクラインで細見えコーデです。はい、私バレエ、クラシックバレエをやってるんですけれども、レオタードって結構体のラインがすごく出てしまってスタイルよく見せたい時に配色ラインのあるレオタードをよく使っていて、配色ラインがあるかないかで本当にこの体の幅が狭く見えるので全然スタイルの良さが見え方が違ってですね、これ本当にスタイル見せにはこのラインがもってこいです。素材をキャミワンピに入れることで豊かなワンランク上の、コーデが完成しちゃいます。ウエストのところにもラインがあるのですごく足長効果も抜群でいいです。はい、してでここにあのカットアウトがあるので、ここでちょっとハイウエストなのでスタイルアップも効果抜群です。これのお値段が990円なんですよ。1000円もしないんです。お釣りが返ってくれます。ちょっと緊張してるんですかね、これちょっと多分。なのでこれはもうラフに着こなせるので皆さんにぜひ着てもらいたいです。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなことないね。ダメかも。終わりました。未来やった、やってしまった。なんかね、なんかね、何もこれ言えなかった。こんな書いたやつ、ね、待って、未来もこれめっちゃ書いたんですよ。何も言えなかった。書きすぎて分かんなかった。一番印象深かったの誰ですか。でも意外とかなちゃんが緊張してた割にはすごいうまく喋れてたなっていうのもあって、やっぱ最初のさくらちゃんとかのすごいイメージでは空気明るくなったっていうか、すごいなんかやりやすい空気を作ってたなっていうイメージはあったので、すごいチームとしてのバランスは素晴らしいものじゃないかなと思ってます。お願いします。お願いします。失礼します。お願い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 します。あの、あまりね緊張せず、あの、はい、柔らかく楽しくね、あのこれをおすすめしたいんだっていうのをね伝わればいいと思うので、皆さん自由気ままにやってください。はい、はい、先生お願いします。はい、お願いします。先生ここであえてパンツスタイルにせずスカートを取り入れることで少し女の子らしさをプラスしました。うん、色が全体的にやっぱりモノトーンで決まってるんですけど、ところどころ肌見せしていたりとか、あとズボン、ボトムスをスカートにすることで少しガーリー要素も足してみました。なるほど。はい、私はどちらかというとストリート系の方が着る機会多いんですけど、そういう子でも挑戦しやすいコーデなのかなと思います。めちゃくちゃプレゼン上手いな。本当に16歳ですかこれ、この子アリサちゃん。あとはこれ1個コーデに入ってるだけでやっぱりおしゃれ上級者の雰囲気が出るので、あ、折り曲げるということですか。そうですね、どういう裏側にデザインが入ってて。なるほど。あ、マラと折り曲げてるの。あ、そうです。え、普通に入ってる。それは木並みの、なんだそのね、あの JK とかこう上げるスカートのやつじゃなくて、もうそれをおしゃれとしてやるということですね。ということで今回取り入れてみました。このコーデの中の一番のメインはこのジャケットで、このジャケットはなんとこの袖口がこっちにもうすでに取り外されてるんですけど、袖口とフードまでも取り外しができるんですよ。チャックの位置が自分で決められるので、ここら辺だけを止めるとカットアウトとしても、トレンドのカットアウトとしても使用することができます。なんと合計で2780円なんですよこれ。なのでこの1つ目のコーデがこちら、名付けてテーマパークでワイワイコーデです。ワイワイかわいい。めっちゃいい。ワイワイしたい。めっちゃしたい。オーバーサイズで動きやすくて双子コーデにもとっても可愛くできると思います。流行りのハーフジップとプリーツスカートで流行りと流行りを掛け合わせました。今モノトーンで作る韓国ストリートファッションが流行っています。ここに、ルーズソックスと厚底のスニーカーを合わせるとさらに可愛いです。絶対可愛い。絶対可愛いね。オーバーサイズで動きやすくて双子コーデにもとっても可愛くできると思います。こちらなんですけど、まずあのキャミワンピースがねポイントで、はい、これあの今流行りのキャミワンピースにポコポコ素材っていう
ここ、ポコ鼻咲いちゃったって言ってたそれはちょっとよくわかんないそれはちょっと本当にわかんないんですけど、ね、そういう感じのものなんですけれども、うん、3つもアイテムあるやんみたいな思うじゃないですか、はい、だけどこれなんとワンビーズなんですよ。これが1枚おいいリアクションいただきました、そうこちらねワンビーズなんで、そうこれなんとこれがねちょっと一回確認していいですか、やっぱ間違いないわ1790円間違いなかったわ私の目に。題名を言いますね、オーバースウェットコーデです。まあそのままなんですけど、まあそうね、私もそうです。ポイントは何個かあって、でこのスウェットの一番のポイントはこのトゥイーティーです。トゥイーティーがこれプリントじゃなくてちゃんと刺繍になってる。マジ触らせて。え、すごいよ、ガチよガチよマジ刺繍は。ひだくんこれでデート行きたいよね。うわ、どこだろうな、なんかおしゃれなところに行きたいですね、うん、なんか美術館とかね。あー、めちゃくちゃいいです。大人っぽいデートを理想に、うん、君がアートだよみたいな、そういう感じですよね。え、あ、ごめんちょっとやめて、ヒロちゃん絡まないでもらっていいですか、私だけにして。いやオレンジチームなかなか一人一人の個性抱えててすごい良かったですね。まあこれが CA チームの力ってことなんですよね。まあ全然リーダーほんまだから、ね、そうでしたかありがとうございます。どうでした？あー、それになんかありがとうございます。はい、皆さん審査の方お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。実際に審査してみて、うん、感想をいただいても大丈夫ですか？いや本当にあの皆さん素晴らしいプレゼンで、いや本当にびっくりしました。第1回目のこう学びを生かして、でそれからあのセレクト会では数千点あるそのアイテムの中から皆さん一生懸命こうピックして、そのアイテムの自分たちの推しのコーデをこう一生懸命プレゼンしたその熱量とか思いがすごい伝わって、本当に素晴らしいプレゼンでした。本当に一つ一つのアイテムをピックしてる商品が可愛くて、まあ、みんな本当レベルが高いなって思ったのが、まあ、感想になりまして、本当に学びを生かした、まあ、ポコポコ素材とかシアインナーとか、そういうリナさんの講義をちゃんと生かしたコーディネートが組めていたので、そことかも本当にとても良かったなと思います。まあ、先ほどもお話ありましたけど、あのこれが商品として店頭に並んでいくのが本当に楽しみだなと思います。もう皆さんのね、やっぱまず第一前提ね、はい、服が好きっていうことが大事じゃないですか。そうですね、確かに間違いない。で、普段着ない服をこういう風に着てみましたみたいな、うん、そういうのがなんか普段から多分街とかで自分が着ない服とかをこう見てないと多分作れないと思うんですよ。確かに確かに。なので本当に服好きなのが伝わってきましたし、これがもう店頭に並ぶっていうのにね、あの携われたこと、確かにどんどん、ね、本当にとても光栄に思います。シンデレラストーリーがね、はい、シンデレラストーリー叶ってほしいです。最後に木大くんになんですけど、はい、あの木大くんの審査、誰だろうな。木大くんの審査全部加味されません。なので視聴者の皆さん、はい、ご安心ください。え、ちょっと待ってください。ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、僕は本当感激受けましたよ。皆さんの洋服好きっていうことが本当に直に伝わってきたので、あの結果聞いてもあの本当に、ね、悔いないように、はい、大丈夫なので。ではいよいよ今回のプレゼンの合格コーデを発表します。めっちゃ緊張する、やばい、緊張します。こちらにちょっと島村さんに預かった紙があるので。うわー、すごい、やばい、勘弁して、読ませていただきたいと思います。A チーム、さくら1、2、3のコーデが選ばれました。すごい、すごい、ありがとうございます。すごい。 A チーム、しおり1、2番のコーデが選ばれました。続いて A チーム、高鶴桃葉1番と3番のコーデが選ばれました。 A チーム、原田香奈さん1番、3番が選ばれました。続いて A チーム、横田未来1番、2番が選ばれました。ありがとうございます。続いて、チーム B、アミチ1、2、3番のコーデが選ばれました。チーム B、
神谷ゆりや2番のコーデが選ばれました。リンカ1番と3番が選ばれました。ハツキクレア1番2番3番が選ばれました。モカ1、2、4番が選ばれました。すごい、すごい。アリサ1番、3番が選ばれました。すごい。内山優香1番、2番のコーデが選ばれました。大沢リア1番のコーデが選ばれました。本門彩香1番と3番のコーデが選ばれました。水戸優奈1番と2番のコーデが選ばれました。ということで本日全員合格、全員合格。商品販売へ行けます。めっちゃ緊張してたからね、不安そうにね迎えてたから最後だったしさ、まあ、緊張するじゃん。いやもう皆さんも島村の方々ありがとうございました。ありがとうございます。ということで次回、合格した全メンバーでモデル撮影していきます。楽しみですね、これは。次回の超島村学園もお楽しみに。バイバーイ。